近代能楽集は、三島幸夫の劇曲集。能の洋曲を近代劇に翻案したもので、国内のみならず海外でも舞台芸術として好評な作品群である。自由に時間と空間を超える能楽の特質を活かし、独自の前衛的世界を醸し出しているこれらの作品群は、写実的な近代演劇では描ききれない、刑事情学的な主題や、 純化した人間の情念を象徴的に表現している。1956年4月30日に新庁舎より観光されたものには簡単、綾のつづみ、外箱町、青ゆえ、半音など5曲が収録され、1968年3月25日観光の新潮文庫版には、道なり寺、熊野、弱帽子の3曲を加えた全8曲が収録された。 原宿用という旧作目も発表されたが、三島が自分の意思で廃曲とした。翻訳版は、ドナルド・キーン分けをはじめ、イタリア、フランスなど世界各国で行われている。三島幸男は、少年時代から、歌舞伎や能楽に親しんでいたが、近代能の創作動機については、明治、大正期の劇作家、郡虎彦が、能の鉄輪、鉄林、道な寺、 清姫を原作そのままの時代の筋と、ホフマンスタール風なアレンジで、近代的一幕物にしていたことからヒントを得たとし、自身の本案意図との違いについては、以下のように説明している。私の近代農学集は、むしろその意図が逆であって、農学の自由な空間と時間の処理や、露花形事情学的主題などを、そのまま現代に生かすために、シチュエーションのハウを現代化したのである。 そのためには、洋曲の内から、綾やの鼓、簡単などの主題の明確なもの、カンガーミサクのポレミックな面白みを持つた、外箱町のようなもの、常年の純粋度の高い、青い上、半女のようなものが選ばれねばならなかった。三島幸雄、後書き日は、舞台装置がほとんどなく、いわば、無の空間で、何の制限もなしに、ドラマが展開されるが、三島は、 その感覚を取り入れ、一般的な近代劇とは異質な独自の新しい演劇世界を設定した。なお、番外編として1957年に企画されたニューヨーク上演用に外箱町、青いへ半女の三曲をつなぐ場面を新たに創作し、構成、過失して統一的な芝居にしたロングアフターラブという三幕物の儀曲もある。タイトルは 恋のずっと後と恋をしたうという二つの意味を兼ねて付けられ、前者の意味は外箱町にあり、後者の意味は青い上と半女にある。また、青い上と外箱町の間に挟むものとして狂言、武士をアレンジした武士もある。この二曲は1957年10月に創作された。三島の近代能は、 脳を世界に紹介したという点においてその功績は大きい。中でも外箱小町への評価は国内と同様に高く、モンなも海外で人気が高い。ドイツでも簡単が高く評価され、三島ブームが起きた。ドナルド・キーンはコーリ・トラヒコの近代脳は脳の構造や空間を無視していたために近代的であったが脳ではないとし、三島の脳は 原点の主張や筋にこだわってはいないが、その伝統を受け継ぎ、本案というよりも脳の心にインスパイアされた新作で、素晴らしい20世紀の文学をこしらえたと解説している。特に、外場小町は、ドナルド・キーンも、日本の進撃の最高峰に投票しているように、総じて傑作と称されることが多く、詩人のセリフのやつと思い出した。うん。そうだ。 君は99のおばあさん脱んだでは、時間の流れを逆転させ、80年先の未来の記憶が蘇るといった斬新な世界を作り出していると松本徹は解説している。現実の復元なり模写をベースとするところを完全に排除、考えられることなら何でも起こりうる空間を、設定、時間さえ逆流する世界を現実させ、 我々人間が遠い昔から絶望し続けてきている永遠の美女を、また永遠の美女を呼び出す詩人を出現させたのです。これは三島という驚くべき才能が脳によることによって初めて達成した誠にブリリアントな出来事だと思います。優れで前衛的でありながらそこを超えていると言って良いでしょう。松本徹舞台の多彩な魅力。 簡単は1950年、雑誌、人間10月号に掲載された。三島は、原点、簡単との違いについて、解釈は一見、点灯しているが、それは、生活感情が点灯しているせいで、用曲の作者も現代に生まれていれば、こういう主題の展開法をとつたであろうとし、現代化するにあたり、主題の展開を変化させている。路世は悟りに到達する前に、 簡単の枕に頭を横たえるが、二郎は悟る後の心境で枕に伏し、むしろ簡単の枕という神秘を実験してやらうとい、負担求心あるいは好奇心に駆られている。最初から会議が進行の邪魔をしており、それを考えると、ごた達の心境というものも、真によってではなく、会議によって到達されたものらしい。その少年がどういう経緯を経て、行きたいと叫ぶに至るかが、 新曲の主題である。三島幸夫、作者の言葉、簡単覚え書き18歳の二郎は幼少の頃に自分の面倒を見て辞めていった女中で、乳母の菊の家を訪ねてみた。可愛がっていたお坊ちゃまとの10年ぶりの再会に喜ぶ菊。二郎は菊の家に簡単という里から来た枕があると噂で聞いてやってきたのだった。その不思議な枕は、 菊の家系が代々宝物にしていたもので、その枕で寝て夢から覚めると何もかも虚しく馬鹿らしくなってしまうという。菊の旦那もその簡単な枕で寝てから家でしてしまっていた。それ以来、菊の家の庭の花が咲かなくなってしまった。人生が始まらないうちから、すでに世の中が馬鹿らしいと思っている二郎は、自分にはその枕の効き目はないことを試して見たかったのだった。二郎は、 簡単の枕で眠りについた。夢の中で二郎は美女や踊り子たちにちやほやされるが冷たくあしらう。そして秘書も現れ、二郎は自分が社長であることを知らされた。しかし二郎は全財産を放り出し寄付したので、秘書の気回しで政治家となる。そしていつの間にか独裁者とされていた。しかし、端から夢を生きていない二郎は夢の中で寝てばかりだった。 老国主に化けていた簡単な里の精霊は、このままでは、現世の儚さを知るという教訓が二郎にもたらされないと考え、二郎を、服読死させて、目が覚めるという筋書きに変えようとする。しかし二郎は、夢の中だって、僕たちは自由です。生きようとしたって生きまいとしたって、あなたの知ったことじゃないじゃないかと精霊の説教を、聞き入れず、死ぬのを拒む。 簡単の枕の教訓を与える任務が果たされないことに起こった精霊はこのまま二郎を生かして返すわけにはいかずあんたは一度だってこの世で生きようとしたことがないんだつまり生きながら死んでいる身なんだと迫るが二郎は僕は生きたいんだと言って毒薬を跳ねつけた朝目が覚めた二郎を見たキクはそこに変わらない罪のない可愛らしい顔を見るが亭主のように自分を見捨てて さすらいの旅に出てしまうのかと不安になった。しかし二郎はずっと菊と一緒にここにいると誓う。そして辺りを見ると庭の一面に綺麗なユリやバラ、桜草やスミレや菊の花々が咲いていたのだった。あつのみは1951年雑誌中央公論1月号に掲載された。原点の綾つやみは最後まで。 庭吐き老人の女吾に対する恨みや執着があるが、三島は幕切れの花子のセリフに美女のおごり時ぐらいを集結させて現代化し、このセリフを言う時の花子は恋愛が約束する全世界以上のものを期待している。恋が捧げうるすべてのものの、そのもう一つ先が花子は欲しい。このおごりの前に岩吉の亡霊も万国の恨みを抱いて破れ去るほかないとしている。 恋が障害によって、ますます募るものなら、老年こそ最大の障害であるはずだが、そもそも恋は青春の感情と考えられているのであるから、老人の恋とは恋の逆説である。私が綾の鼓に着目して、その近代化を企てたのは、こうした主題の面白みに惹かれたからである。そして老人は、心の底深く恋の不可能を定年として潜めているが、 恋された美女のハウはいつかその定年を打ち壊してかからうとする。しかし老人には美女のそのような欲求が理解しがたい。愛される者の,の最高の凶慢が理解しがたい。この芝居の最後の一行の悲劇的離反の大切さが私の狙い日とするところであった。三島幸男、作者の言葉ビルの3階にある法律事務所で働く老駒市本台脇地は,吉は 真向かいのビル3階の洋裁店を訪れる花子に一目惚れをし、思いを寄せている。岩吉は事務員のか横子に花子への恋文を毎日届けてもらい、もう百通になっていた。ある日、その手紙を読んだ花子の取り巻きの客たちは岩吉に音の出ない芝居用の革の代わりに綾が張ってある鼓を渡し、もし窓越しに、 鼓の音が届けば花子が思いを叶えるという、いたずらを思いついた。そして、窓から鼓と手紙を岩吉の窓へ投げ送った。花子はそのいたずらを黙認していた。岩吉は、喜びにさんで鼓を打つが、どこを打っても音はならず、からかわれたことを知る。そして向かいの窓のあざけぎの笑いを聞き、絶望して窓から身を投げた。一週間後の深夜、 岩吉の亡霊に呼ばれ、花子は要塞店に来た。花子は岩吉が思い描いていたような貴婦人ではなく、元娼婦のような女だったが、岩吉の亡霊は再び花子への恋を証明するために鼓を鳴らす。鼓は鳴ったが、花子は聞こえませんと冷たくあしらった。岩吉の亡霊は鼓を打ち続けたが、100回目で諦め消え去っていった。 その後、花子は、あたくしにも聞こえたのに、あと一つ打ちさえすれば突発理由。外箱町は1952年、雑誌、群像1月号に掲載された。三島は、時間と空間を超越した詩のダイメンションを舞台に、実現しようという近代能学の試みに触れ、原点の外箱町を本案した主題については、作者自身の芸術家としての決心の指摘告白。 だという点で、簡単と同じとし、詩人のような青春を自分のうちにひとまず殺すところから、99歳の小町のような不屈な英語の青春を志すことが芸術語るの道だと愚弄しているわけであると語っている。そして作品の意図について、現代における関連劇と刺激とのアマルガムであるとし、セリフには無音の歌が流れ、舞台には 知的情緒の情勢のもう一つ奥に、固い単純な刑事上学的主題が存在しなければならないとしている。小町は性を超越せる生、刑事上学的性のゴンである。詩人は肉惑的な生、現実と共に流転する生のゴンである。小町には決して敗北しないということの悲劇があり、詩人にはロマン主義的な悲劇への意志がある。 二人の触れ合い日はこの種の誤解と好奇心と警部をまじ下手総合の憧れに基づいている。三島由紀を外場小町演出応募描き夜の公演の木拾いの老婆がベンチの恋人たちの邪魔をしながら拾った木を数えている。それを見ていたほろ酔いの詩人が老婆に声をかける。詩人はベンチで抱擁している若いカップルたちを生の高みにいるというのに対し老婆は あいつらは死んでるんだ。生きているのは、あんた、こちら様だよという。そのうち老婆は、自分が昔、小町と呼ばれた女だと言い、私を、美しいと言った男はみんな死んじまった。だから、今じゃ私はこう考える。私を、美しいという男は、みんなきっと死ぬんだと、と説明した。笑う主人に、老婆は、80年前、参謀本部の深草少々が、 自分のもとに通ってきたこと、六名館の舞台のことを語り出す。すると、公演は、六名館の舞台に変貌し、舞踏会に招かれた男女が、小町の美貌を褒めそうやす。詩人は十九歳の霊場となった、美しい小町とワルツを踊り、小町の静止も聞かず、何かを綺麗だと思ったら、綺麗だというさ、たとえ死んでもと宣言し、君は、美しいと言ってしまう。そして、 僕はまたきっと君に会うだろう。百年もすれば、同じところで、と言い死ぬ。もう百年と、老婆が言う。すると、再び舞台が、公園のベンチに戻る。死んだ詩人は警官たちに運ばれ、九十九歳の、シワだらけの老婆は、また、木の数を数え始める。青ゆえは、1954年、雑誌、新潮1月号に掲載された。青いの死の結末は、 脳の青ゆえよりも大元の原点である源氏物語の第9条青いに沿っている。三島は取材についてヒロインの嫉妬に集中させているとし、ことにラストの精霊と原神の電話の声とが交錯するところはスリラー劇的な興味を狙っていると説明している。私としては青ゆえが一番気に入っている。スリラー劇みたいな要素もあり、 主題はそんなに哲学的でなく、観客にも受け入れられやすいと思う。ただあくまで、六条を見やすどころの暗取りが大切で、アンツっぽい、嫉妬音練劇であってはならぬ。俳優には、やりづらい芝居で洗うと同情する。三島由紀を、上演される私の作品、青ゆえと、ただほど高いものはない入院して舞をうなされ苦しむ、妻、葵のもとへ。 美貌の夫、若林光が見舞いに訪れた。看護婦によると毎晩見舞いに来るブルジョア風の女がいるという。光が病室にいると和服姿に黒い手袋をつけた六条安子が現れた。光と安子はかつて恋仲であった。毎夜、青いを苦しめていたのは嫉妬心に駆られた六条安子の精霊であった。安子は光の気持ちを自分の方へ向けようとする。 病室に、かつて二人で乗った古城のヨットが現れ、安子は幸福だった昔の思い出を語り出す。その不思議な魔力によって、一瞬、妻の葵のことを忘れそうになった光だったが、葵のうめき声で、我に帰り、安子の愛を拒絶する。安子は消えていった。病室の光はふと思いついて、六畳、安子の家に電話をかけた。安子は、電話に出て、ずっと家で寝ていたという。 その時、病室のドアの外から、さっきの安子が忘れた黒手袋を取って、ちょうだいと光に声をかけた。受話器をそのままにして、光は病室から出て行った。そして受話器から安子の何のようなのもしもし、光さん、もしもしという声が響く中、突然、葵が苦しみだし床の上に転がり落ちて死ぬ。半女は1955年、雑誌。 新潮1月号に掲載された。原点、ハム女のしての豊かな表現について3頭は、孤独なままで、その感情の振幅だけで劇を作り上げていて、心理解剖もせず、分析もせずに捨てられた女のサタンが、そのまま劇的クライマックスまで持つていかれてしまうのであると散々している。そして同じような性質を持つヒロインが描かれた欲望という名の電車の、 アメリカの色気違いとし、日本中世の色気違いは品格があるとして、近代劇の教助は他の登場人物と同じ次元の上で対立を余儀なくされるが、半女の教助は他の登場人物の住んでいる世間から狂気によって高く飛翔した、あるいは深く沈潜した一種の神なのであったと解説している。また、自作の半女にも愛着があるとし、その指定には、 リルケのマルテの手記で描かれているポルトガルの二層などの愛する女性の面影、リルケが描いたサフォーの女性イメージを重ねたとしている。あまりに強度の愛が実在の恋人を超えてしまうということはあり得る。それは花子が狂気だからではない。実施の言うように彼女の狂気が今や精錬されて狂気の宝石にまで結晶して正規の人たちの知らぬ 人間存在の核心に腰を据えてしまったからである。そこでは、吉尾も一個のされ神戸にしか見えないのである。三島行きを、半女についてさらに、小さくても完全なものには、巨大なものには、求められない逸落があり、必ずしも偉大でなくても、小さく済んだ崇高さがありうると前置きした上で、原曲の意図も、切削の意図も、捨てられた教助の心に潜む、この小さな崇高さと、 小さな秘密の逸落の表現にあるとしている。画家志望の40歳の女、本田実子は不安であった。彼女の家に住まわせている美女、花子の古風なロマンスのことが新聞記事になってしまったからだ。花子はかつて一人の男、吉尾を愛し、扇を交換した。いつか会えることを願って、駅のベンチで男を待ち続けているうちに狂気に陥ってしまっていた。 花子が扇を手に、来る日も来る日も、駅で吉尾を待っている。その記事がいずれ吉尾の目に留まり、二人が再会して、しまうのではないかと実施は恐れた。実施は、花子の美しさを愛し、その美を独占し続けるつもりで、花子を描いた絵だけは一切発表しなかった。世間から花子を遠ざけるため、実施は花子を旅行に誘うが、花子は聞く耳を持たない。ずっとここで、 あの人を待っているという。新聞記事を見た義雄が扇を持って、実施の家を訪れた。実施は、必死に、義雄を家に入れまいと妨害するが、花子が部屋から現れ、義雄と対面する。しかし、義雄を見た、教女花子は、あなたは、義雄さんのお顔ではないという。義シは、失意のうちに去っていく。そして再び、花子の待つ、人生。 実施の何も待たない人生が続く。道成寺は1957年雑誌新潮1月号に掲載された。三島は原点の道成寺の目に見える巨大な主題の金と無限の効果を出す乱表紙がようで、一にも二に,にも金であって、すべては単純で力強い主題に集中しており、しかも金は煩悩と下脱を二つながら象徴していると解説しているが、 それは自身の道なりの世界もその中に飲み込まれてしまいそうな巨大な衣装ダンスと脳の小鼓を打つごと危機になる掛け声と小鼓や大鼓に似た打楽器の音、横笛に似た音などが起こり下段の根踏みのセリフに応じて脳の乱表紙の効果を出すという演出の意図とつながっている小道具屋で骨董家具の競売が行われている商品として出されたのは 巨大な洋風衣装ダンス。何百着の衣装を入れてもまだ余るほどの、とても巨大で、高品質の衣装ダンスであった。客が、次々と高額で入札しているところへ、踊り子と称する美しい娘、清子がやってきて、そのタンスは三千円の値打ちしかないと言い放った。清子はこのタンスの出生を暴露する。かつてこのタンスは、資産家、桜山家の夫人が若い愛人。 案をかくまうために使っていたこと、そしてそのことに気づいた桜山が中に隠れていた案をピストルで銃殺し、タンスが血まみれになったことを清子は話し出した。客たちは教えてくれた清子にお礼を言いながら次々と帰ってゆく。怒った骨董店の主人に清子は話の続きを聞かせる。タンスの中で殺された青年案は清子の恋人でもあった。 彼女はこのタンスを手に入れるためにやってきたのだ。そのタンスの中で恋人を思いながら愛されなかった自分の若い美しい顔が醜く変貌することを願っているのだという。しかし主人は5万円以下ではタンスを売ろうとしない。すると清子はタンスの中へ入って鍵をかけてしまった。清子は手に硫酸の小瓶を持っていた。やがてタンスの中から清子は硫酸をかぶらず、 美しい顔のまま出てきた。四方の鏡の中で焼けただれた顔の原影を見たが、その時に清子は、どんな恐ろしい悲しみも嫉妬も怒りの思いも、それだけでは人間の顔を変貌することができないのだと悟り、自然と和解することにしたのだという。そして、モータンスはいらないと言って、名刺をもらってナンパされた、競売客の男の一人に会いに、骨董店を後にする。 熊野は1959年雑誌声4月号に掲載された。なお、この4年前に歌舞伎舞踊家もしているが、その際に三島は原点の熊野のわかりにくくなる要素をわかりやすくするために、胸りの性格を思いっきり活発な、強楽好きの合法な男性に仕立てたとしている。美しい女、熊野は大実業家の胸森に愛人として囲われ、 豪勢なマンションで暮らしていた。ある春の桜の季節、湯屋は母親の病気を理由に実家の北海道に帰らせてくれと胸森に願い出ていた。部屋は片付いており、すでに旅行の支度もできている。しかし胸森は今日は花見に行こうとしきりに誘った。今日の森の桜の花は今という時間にしか見られないのだと言い、美しい森の湯屋を伴って花見をしたいと言って、 母の既得に一刻も早く駆けつけたいというゆやの申し出を聞き入れない。湯やの友人、あ子が現れて、湯やの母からの手紙を持ってくる。そこには死ぬ前に一目、娘に会いたいという母の心情が切々と綴られていた。その手紙を聞かされても、宗盛は湯やを花見に誘うが、バルコニーで話しているうちに雨もようとなり、湯やは宗盛の許可を得て、 旅立ちに向けて部屋を出ようとする。そこへ、胸盛の秘書である山田が入ってきた。ユやの母親、マサも一緒だった。マサは小太りで元気そうである。マサは山田にすべて白状していた。母親が病気という話はユやの仕組んだ嘘だった。ユやには、北海道の自衛隊で働く恋人、カオルがいたのだった。本当の母親もユやが十五歳の時に、すでに死亡していた。 ユヤは恋人に会うために、胸森に嘘の里帰りの理由を考えたのだった。カオルとは結婚を約束していて、愛人家業は結婚資金のためであったこともすべて山田が調べてきていた。まさや、山田らが部屋を出て、ユヤと胸森が二人きりになった。しかし、胸森は怒らない。マンションの外では雨が降って遠くの桜が濡れていた。ユヤは、 ひどい雨ね。今日はお花見ができなくて残念というと、胸盛は巻きついていた湯屋の腕を解き、手を握ったまま、いや、俺は素晴らしい花見をしたよ。俺は実にいい花見をしたと、湯屋を遠くから見つめるようにしていった。弱帽子は1960年雑誌声7月号に掲載された。原点の弱帽子では夕日を極楽と見ているが、この2曲、 弱防止では地獄を見たという違いとなっている。三島は自作について終末間に腰を据えた少年がいかに大人の世界に復讐するかという話だとし、最後のセリフは現実的なもの全部に対する敗北を意味していると説明している。番下の午後の家庭裁判所の一室で川島、高安の二組の夫婦が年寄りの親権を争っている。 年則は高安夫妻の子供であった。しかし、5歳の時、空襲の戦火の中で両親とはぐれ、火で目を焼かれて失明し、不老児となっているところを川島夫妻に拾われ、15年間育てられて20歳になっていた。二組の話し合いの決着がつかず、朝廷委員の桜環球師は年則を部屋に呼ぶ。年則は、育ての親の川島夫妻を奴隷のように扱い、 肉親の愛情を訴えようとする、高安夫妻も虫けらのように扱って、僕は裸の囚人ですね。と聞き、自分の言うことに何でも同意しなければ、親としての資格はないという。拉致が開かないので、桜間九死は親たちを別室に引き取らせ、年寄りとだけで話をする。その時、ちょうど夕日が沈むところで、九死は西窓に夕焼けを見る。年寄はその夕焼けを、 地獄の東門へ沈んでゆく、僕にも見えるといい。あれは、この世の終わりの景色なんですと、戦火の地獄の思い出を激しく語り出す。そして九死に向かって、この世の終わりを見たねと同意を求める。九氏は、しばらくの躊躇の後、いいえ、見ないわと否定した。年のりは反発し休合を邪件にするが、彼女は、ずっとあなたのそばにいるという。 年寄りはやや落ち着きを取り戻し、店や物の食事を旧市に頼む。そして伝統をつけて部屋から出ていく旧市に向かい、僕ってね、どうしてだか、誰からも愛されるんだよと呟く。原宿洋は1962年、雑誌、文芸3月号に掲載された。三島はこの曲を廃曲にし、生前は単行本収録及び上演は拒否していた。 題材としてアダプトすることが間違いだったと、三島は、三好幸夫との対談で解雇している。海を見渡す浦田岬の崖上の松林に、美人作家、野添紫の文学碑が立っている。晩春の午後、二人の文学青年が手に小説、春の潮を携えてやってきた。春の潮は、野添紫の大ベストセラー小説で、主人公は、絶世の美男、藤倉光。 光は五十四人の女性に愛されながらも、最後は、この浦田岬の崖,の崖の上から身を投げて自殺するという、物語であった。作者の野添え紫は、この小説を書き財産を手に入れたところで、子宮癌で死んでしまったのであった。二人の文学青年は、文学費の前で、春の潮の主人公、藤倉光が、まるで実在した人間かのように、 光がなぜ死んだのかを熱く語り合い、光が身を投げたコースをたどってみよう、などと言っていた。あたりが暗くなり、春雷が轟き始めた。二人が慌てて、見物を急ぎ、あっちだ、こっちだと言いながら、コースを回っているとき、文学費の後ろからスラックスに、丸首セーターを着た一人の中年の女が現れた。そして石踏みの上に存在に腰掛け、足を組んで、タバコを吹かした。 辺りが、また明るくなり、文学費の前に戻ってきた二人の青年は女を見て、驚く。青年たちから誰かと問われても、女はただ、私はこの石碑に座る権利のある女としか答えず、石碑のほとりに二人を招き、肩に手をかけ、ここから見てて、ご覧、本当の光を見せてあげると言った。見ると、春の潮の主人公、光が夕梅に照らされた松影から現れた。 二人は、すごい美男子の光に感動し、小説の光の用紙の描写を暗唱して見ていると、光は松の周りをぐるぐる回った後、崖から身を投げた。しかし、また松林から光が現れた。そして何度も同じことを繰り返した。やがて青年二人は、女の話しぶりや説明から、彼女が野添紫の例だとわかる。野添紫は自分が死んだのは、 読者の皆が実在を信じたがった、主人公を作り出しながらも、その主人公を救ってやらなかった報いのためだと、語り出した。そして紫は、小説を書くことは実在の真似事をして人をたぶらかす、こと。それは罪だと私は知っていたから、せめて私は救済の真似事までは遠慮したのに、それがかえって天の妬みを受けたのだと言った。なぜなら、 光のような救済の輝きだけを身に浴びて、救済を拒否するような人間こそ、天は作りたくても作れず、それが作れるのは芸術家だけだから、それが天を怒らせるのだと言った。紫が子宮眼の苦しみを文学的に語っている最中、観光バスで来た団体客が近づいてくる音がし、紫は石碑の後ろへ消えていった。青年二人はまた松の影から、 光が現れたのを発見するが、落ち着いてよく見ると、それは回転式灯台の光であった。紫から受け取った血だらけのハンカチも真っ白なままに戻っていた。二人は騙された文学なんかとは縁切りだと言い、持っていた本を捨てる。そして観光バスの団体客たちが文学費の前でガイドの朗々とした説明を聞いているのを見て、青年二人は、 ははははと笑い出す。ロングアフターラブは1971年、雑誌、中央公論5月号に掲載された。ニューヨーク公演用に、外箱町、青いえ、ハモンラの3曲に、つなぎの場面を入れた、多幕物。愛外箱町町 2, カーテンマイ 3, レディー青いフォ 4, 公演部位繁盛、武士は1971年、雑誌、中央公論4月号に掲載された。 ニューヨーク公演用に近代脳を並べる単調さを避けるために創作されたもので原点は狂言の武士である。当初は狂言の花子も候補に上がっていた。ニューヨークのサードアベニューにある高級アンティーク店、デュークラスプーチノーブには初老のケチな主人と二人の若者の店員、ケイチと地図がいた。ある日の午後5時頃、主人はカクテルパーティーに行くから、 閉店まで留守番をするように二人の店員に行って出かけて行った。二人は主人が大事にしまっている毒が入っているという東洋風の瓶を開けてみる。その瓶はアイスボックスの仕掛けとなっていて中にはキャビアとレモンが入っていた。二人は主人のどう酒も持ってきてキャビアをどんどん食べてしまった。主人が帰ってきた。そして 空の酒瓶が転がり困っている二人を見て怒り出した。二人は店の高価な陶器を主人に次々と投げつけ、タピストリーを引き裂きながら逃げ回った。二人が店から逃げていき、店には両手に壊れやすいものをいっぱい抱えて身動きできずに立っている主人が残された。その傍らの変なポーズの仏像と全く同じポーズで、ありがとうございます。